はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。いやー、皆さん春がやってきましたね。昨日はですね、ここの千葉は18度あって、本日3月13日なんですが、なんとね19度ということで、めちゃくちゃ暖かいです。ジョマジ今半袖でございます。もうそのぐらいね、もう暑いぐらいなんですけれども、暖かいんですが、やっぱりね、暖かい時期といえば桜ですよね、皆さん。ということでね、実は言いますと、今ね東京ディズニーリゾートではもうね桜が咲き始めてるんですよ。セレブレーションタワーのフィギュアをね、あの取りにトゥーンタウン行ったんですよ。そしたらね、めちゃくちゃ綺麗なね桜咲いてたんですよ。まあ、昨日はね、あの夜にインパしたので全然見れなかったんですが、今はねもうめっちゃね お昼ですので、今からですねお昼の桜を見に行きたいと思います。いや、めちゃくちゃ綺麗です。満開でしたからね、楽しみですね。それでは早速ですね、東京ディズニーランドのですね、トゥーンタウンに行きたいと思います。はい、トゥーンタウンに着きました。今ですね、トゥーンタウンデリバリーカンパニーというですねワゴンにいるんですが、このワゴンの裏にですね、皆さん見てください、めっちゃ綺麗でしょう。そう、桜の木があるんですよ。これがねめちゃくちゃ綺麗なんですね今。ということで、もうちょっと近づいてみましょうか。はい、真下まで来てみました。こんな感じです。すごい綺麗でしょ。もうね、みんな写真撮ってます。もうそのぐらいね、今ここはねめちゃくちゃ綺麗なんですよ。でさらにね近づいてみました。こんな感じです。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。もうね、ぜひ皆さんもですね、今のうちに来てみてください。最高です。はい、ということで、こちらね、トゥーンタウンデリバリーカンパニーの裏ですね。で、桜の木が咲いてて、まあ、今現在はね、まあ、七分咲きって感じですかね。おそらくあと2、3日、今週の土日ぐらいにはですね、もう満開になるんじゃないかなって思います。そしてですね、実はトゥーンタウンにはもう1箇所ですね、桜が咲く場所がありまして、それがこちらです。そう、ミニーちゃんの家ですね。皆さん見えます？左の方、このミニーちゃんの家のですね庭に桜が咲くんですね。じゃあもうちょっと近づいてみます。はい、ミニーちゃんの家の左側ですね、こちらです。めっちゃ咲いてました。やばいでしょ、これ。もうむしろね、今がね満開ですね。もうデリバリーカンパニーよりこっちの方がもうすでに咲いてる感じですね。場所はですね、まあ、先ほども言いましたけれども、逆ファクトリーのちょっと手前ですね。なので、まあ、逆ファクトリーに向かっていけば絶対わかると思います。あとですね、ミニーちゃんの家のですね裏側ですねに桜の木咲いておりますので、ぜひぜひ見てみてください。超綺麗ですからね。で、この後はねどんどん散っちゃうと思いますので、おそらくね35周年のラスビまでは残ってないんじゃないかなって正直思いますので、できる限り早く行ってください。で、ちなみにですけれども、イクスピアリもですねめちゃくちゃ綺麗なの咲いてます。アンバサダーホテルの、まあ、裏の方に行くとですね、あのガゼボっていう噴水のエリアがあるんですけど、そこめちゃくちゃ綺麗なの咲いてます。あと東京ディズニーシーはですね、あのザンビーニブラザーズリストレンテの横の坂を登っていくところにあるんですけれども、まあ、今ちょっとソアリンのね工事やってるんで半分ぐらいしか見れないんですけれども、一応東京ディズニーシーもね綺麗なの咲いてますので、ぜひね探してみてください。ということで、春らしい動画になりましたね。もしねこの動画少しでも面白いなと思いましたら、いいねボタンお待ちしております。あとコメントもたくさん書いてくださいね。できる限りコメント返す予定でございます。あとですね、もしチャンネル登録していない方いましたら、チャンネル登録もお願いいたします。はい、それでは終わりにしましょう。ジョマジでした。バイバイ。